はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日は素敵なお客様に来ていただきました、ジャーバーボンズの皆さんです。よいしょー、よしいやー、本当にあの久しぶりに全メンバーが、はい、ね、揃いましたね。まあね、沖縄的にはお帰りなさい。あ、ただいまーねー、ということで、ね、まあね、せっかくなんで、自己紹介をお願いしますが、はいはい、しましょう。じゃあ、僕から行きます。はい、はい、ギター三振をやってます、コウジって言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ベースリーダーやってます、オーンです。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ボーカル小さい方のヤスです。よろしくお願いします。ボーカル大きい方の高野だよ。よろしくお願いします。はい、コウジでビジネス破天荒というあだ名をもらいました、ギターのシモンです。はい、よろしくお願いします。何でビジネス破天荒な、頑張って仕事してるのね。そうですね。そうなんだ。頑張って髪も赤くしたりね。ああ、すごいですね。破天荒。ここら辺が破天荒な感じなんですか。ライブでもバンバン動いてる。動いてる。引きこもりがちなんです。あ、本当だ。基本、みんな根は真面目なんで。ああ、そっか。明るいヒッキーみたいな。そうそう。さあね、ジャーバーボンズの皆さんはね、もう高知に移住されたら何年だったっけ。もう3年目になります。もう3年目になる。はい。一応、田んぼ耕しながら。もちろんです。で、ライブ活動やって、はいはい、でもね、あれだよね、高知のほら観光特使とかにね、はい、選ばれて。そうなんですよ、嬉しいことにね。はい、県庁とかでライブやったんでしょ。やったんですよ、うん、もう前代未聞って言われてね、うん、初めてって言われてたね。ニュースでもバンバン流れて、うん、うわー、これすごいことになってるなって、親に電話したら、うん、何のことですかって沖縄では流れてない。届いてない。それはすごい。届いてない。その後ね、新聞とかにね、高知の新聞に載ったのを見たりとかして、はい、沖縄ラブウェブでも掲載しましたけれども、はい、ね、やっぱりね、沖縄県民の皆さんもみんな喜んでる感じでございますけどね。ありがとうございます。はい、で、ほら、高知ではさ、大ホールとかでも、この間も速乾で、なんか、そうなんですよ、もう1500人、速乾で売れて、1500人、はい、これ、すごいよね。だって無料でも1500人って集められないもん。それ有料でね、そうそう、1500人って、はい、子供からまた上はもう92歳のおばあちゃんおばあちゃんおばあちゃんまで来てくれるような、こう家族連れでやっぱ皆さん来てくれる、うんうん、素晴らしいね。あの人がどれだけ頑張って田んぼ耕したか分かりません。それとしか間違いない。その田んぼやってるところのじいちゃんばあちゃんが来てくれるナンパしてね。じいちゃんばあちゃんナンパしてね。いや、というわけで本当にまあ大活躍で、こう高知からまあそのなんだ、ライブツアーとかもガーッと回っていったりしてるんでしょ。はい、うん、基本、うん、まあ、四国、はい、中部地方を中心に、まあ、徐々にこう広げていってるんですけど、はい、また、うん、なんと、うん、夏ツアーが、うん、夏ツアー、はい、うん、始まるんですよね。はい、全8カ所。全8カ所、はい、タイトルは、タイトルは、うん、ちょっとこれ流れるかな。ハイサイ、ハイサイ、爽快、爽快、ララサンシャイン、ラサンシャイン。あまりにもひどかったらカットしてください。ピーレとこ、ピーレ、見てる方でも失笑してますから。ハイサイ、爽快、ララサンシャイン。、はい、いやいいですね。毎回タイトル調子いい感じです。毎回恥ずかしいね。いや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 。でもね、本当にね、年に1回とかね、半年に1回とか、そう沖縄にも入ってきて、はい、沖縄でもあんまライブっていうことは、もう速乾でしょ、沖縄でも。もう嬉しいことに、はい、優れて、嬉しいです。いや、素晴らしいですよね。で、大活躍で、なんと、今、あれでしょ、大道ミューシリーズの、はい、テレビコマーシャル、はい、全国オンエア。はい、流れてますよ。皆さん、お味噌は好きですか？シロップばっか飲んでちゃダメですよ。こうなります。いや、本当流れてます今。はい、タイトルどうぞ。曲のタイトル。そういうことです。大道ミューのミューって言うの。またララサンシャイン言うのかな。、曲が勝利の歌っていう曲なんですけど、はい、うん、僕らもやっぱりまあ、今4年目なんですけど、はい、やっぱ沖縄に10年住んで、はい、そこから出てメジャーデビューして今3年目、はい、やっぱりもう毎回本気でやってるんですけど、はい、徐々にこう俺ら応援してくれる人って、まあ、仲間家族って、うん、まあ、長い月が流れることにどんどん増えていくじゃないですか、はいはい、その中でいっぱい約束もしてるんで、うん、僕らは絶対に紅白に出るっていう
そういう約束も込めて、はい、今回勝利の歌、うん、この曲に自分の夢を託して作ったんで、うん、ぜひ聴いてもらいたいですね。素晴らしいね、勝負をかけてるんだね。はい、先ほど NHK の方もここに来て、はい、ね、しておきましたけども、すごい知り合いも私ね、そう、怖くに出たいんです。いやでもね、本当だよね、ぜひね、本当に夢をこう実現して、今あのこのなんていうかパターン的には、はい、その、高知、四国で、そこからこうなんていうか中国地方を登っていってみたいな感じで、はい、はい、うん、徐々に攻めていってます。なるほどね、はい、頑張って、でこの勝利の歌が全国でね応援されていますし、はいはい、音源も聞きたいよね、新しいのそろそろみたいな。そうなんですよね、うん、でも自分たちもやっぱりあのその音源として、はい、あの出したいんですけど、うん、まずは、うん、あのまあそれももちろんなんですけど、はい、ただシートを出すんじゃなくて、うん、直接生身の僕らを知ってもらう、うん、あのなるほど、まあ、時間をしっかり作ってから、はい、あの音源に、まあ、CD ですね、うんうん、にあのつなげていきたいなと思ってますけど、さあという意味ではね、あの夏のツアーにもぜひ皆さん足を運んでいただいて、はい、ね、いつからっつったっけ、7月26日です、ね、26日、はい、高知からスタートして、ね、はい、西日本を回って、はい、回って、はい、うん、なんかもう新曲とかもいろいろ挑戦して、はい、行こうかなと。なるほど、はい、いいですね、ぜひ西日本の皆さん、うん、よろしくお願いします。じゃあ、バーボーズがあなたの街にぐらいできるんですよね。さあ、というわけでね、あの大活躍、ね、あのしているジャーバーボンズの皆さん、本当にね、こうやってメンバーが全員揃うのもね、あのなかなかないですね。ないもんね、まあ、そりゃそうだよね。だからやっぱりあの話すこともないですね、今ね。そうだね、ちょっとなんか一言ずつ、じゃあ一言ずつ、あの最後こうメッセージバーでもこう万味化して、最後の方が多分かぶってくるんで、最後の方が言いやすいと思いますよ。はい、はい、じゃあ僕からあげます、はい、それでは沖縄の皆さんにはやっぱり全然高知でずっと活動してるんで、全然あんまり沖縄には来れてないですけど、またもうどんどん来て、沖縄もう外からいろいろ県外回ってきて、また沖縄の人に音楽がまた届くように頑張っていくんで、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。焼けてるね。焼けましたね。まだ来たばっかだよ。沖縄暑いよね。はい、じゃあリーダー。はい、おわんです。今高知住んで、はい、四国、中国地方で今西日本を今年は結構ライブをしていくので、はい、また来年、うん、再来年と東日本、また全国どんどんあのやっていけると思うので、うん、でそして必ず沖縄にも帰ってきて、またでっかいところでみんなで騒げたらなと思うので、うん、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ヤスです。もう本当にこう沖縄は1年に1回とかでもこうライブしに帰ってきてるんですけど、まあ、ツアーの中で沖縄がない時もあるんですけど、俺らの中ではその沖縄に来た時がツアースタートの気持ちだったり、ツアーファイナルの気持ちで来てるので、あの沖縄の皆さんに俺らの成長を見せれるようにやっていきますので、その時はまた遊びに来てください。お願いします。あ、いや、僕らの夢、あの紅白に向けて、ね、これからもしっかり前に進んでいきますので、これからも応援めたしくウニゲンサクラいいですね、はい、はい、田んぼで培ったコミュニケーションとか、うん、こういう仲間たちをまた引き連れて、うん、沖縄とか、うん、みんなで県外行ったりして遊びたいんで、よろしくお願いします。お願いします。さすがビジネス破天荒な真面目だったね。締めていただきましたが、あの沖縄音楽旅行でも、そうそうそう、はいはい、あの高知県通信ということで、はい、ね、あのジャーバーボンズのコラボも、ね、はい、あの、はい、掲載していますし、はい、で沖縄ラブウェブの方でも、ね、このアーカイブとして掲載してますので、ぜひ、ね、皆さんこちらの方も、ご覧いただいて、ジャーバーボンズを応援していただき、勝利の歌を皆さんで歌いましょうぐらいの気持ちですね。じゃあ拓郎さん、最後に締めてください。はい、はい、これからも一緒に音楽していこうね。それでは、じゃあ、バーボンズでした。